ラスベガスバレーは、アメリカ合衆国ネバダ州の南部、クラーク郡の全域を含むラスベガスパラダイス都市圏、あるいはラスベガスパラダイスヘンダーソン都市圏の中心部を指し、また都市圏そのものを言うこともある。ラスベガスバレーは、ネバダ州最大の人口集中部を含む、面積600平方マイルの河川流域である、地形としてのラスベガスバレーで定義されている。その歴史は、 ラスベガス市及び国勢調査指定地域であるパラダイスの歴史と密接に結びついている。領域内にはネバダ州の人口が多い方から3番目までの法人化都市、ラスベガス、ヘンダーソン、ノースラスベガスの各市が含まれている。ラスベガス及びベガスという名前はバレエそのもの、大通りのラスベガスストリップ、ラスベガス市を示すために使われ、またラスベガス会議観光局は、 ブランドとして用い、地域全体を指すためにも使われている。都市圏、の人口は1990年に約74万人だったが、2010年では約200万人にまで成長してきた。この地域は大々的なギャンブル、ショッピング及び高級料理を食する機会を提供することで知られている。多くの観光目的の建物には、カの照明が付けられている。宇宙から見れば、 世界でも最も明るい都市と呼ぶことができる。世界の娯楽首都を自称するラスベガスは、カジノのあるリゾート施設と関連娯楽が多くあることで有名である。また退職者の集まる地域社会が形成され成長している。この地域は1854年にモルモン京都の農夫が入植したのが始まりであり、1864年にアメリカ陸軍の取ができて、 ネバダ州南部とアメリカ軍の長い関係が始まった。1930年代以降は主に成人をターゲットにしたギャンブルの中心地かつリゾート地として一般に認められてきた。不動産価格が比較的安価であったことで、1990年代に人口の大きな流入が始まり、現在でも全方位に拡大を続けている。ラスベガスバレーの北東隅に、 ネリス空軍基地がある。ここのパイロットが使う地域、及びその他の連邦政府機関が使用する地域があり、地理的にはラスベガスバレーの成長限界になっている。このために地域内には中高層ビルが建設されるようになってきた。1960年代後半に実業家のハワード・ヒューズがこの地域を訪れ、多くのカジノホテルやテレビラジオ放送局を買収した。 他の法人がカジノホテルの買収を始めた。観光客がホテルやカジノで落とす金が途切れず、ネリス空軍基地の設立による連邦政府の資金という新しい収入源で補われた。軍関係者やカジノで職を求める人々が流入し、土地開発ブームが始まったが、現在は落ち着いている。ラスベガスのギャンブルによる収入はマカオに追い越されたが、 世界でも最上級の娯楽目的地であり続けている。ラスベガスバレーの都市と街ラスベガスバレーは地形としてのラスベガスバレーに、ここにはラスベガス、ヘンダーソン、ノースラスベガスの各市と未編入の街であるパラダイス、スプリングバレー、サンライズマナー、エンタープライズ、ウィンチェスター、ホイットニーなどが入っている。クラーク軍政府はラスベガスの都市計画を持っている。 この定義では、東西約20マイル、南北約30マイルの保区系になっている。ただし、レッドロックキャニオン、ブルーダイヤモンド及びチャールストンさんは除外されている。ラスベガス都市圏警察署が地域最大の警察組織であり、クラーク軍全体の治安を維持している。約3000名の警官がおり、ラスベガス市、ミヘニュー領域、 ラスベガス中心街から約90マイル南のラフリン、および軍内の砂漠や公園を管轄している。ノースラスベガス、ヘンダーソンおよびボールダーシティのように独自の警察組織がある都市は管轄外である。バレエの住人はバレエの同義語として都市圏と。このバレエは一般に西はスプリング山脈、北はシープ山脈、東はマッティ山脈とミード湖。 南はブラック山脈で仕切られる平原である。高度438マイルの人工衛星テラから撮影したラスベガスバレー、ゴルフ場などの草地が赤色で表示されている。写真家はサンセット道路と空港のすぐ南、西にスプリング山脈、東にサンダイズ山脈が見える。夜のラスベガス2010年撮影ラスベガスバレーは モハアベ砂漠の中にある。周辺は砂漠であり、遠くには山脈がある。ラスベガスバレーはモハアベ砂漠の比較的高度が高いところにあり、季節によりまた昼と夜の温度が大きく変化するところである。年間降水量は平均して5インチに満たない。夏季7月と8月の日中気温は下肢101度あたりまで上がるのが通常である。しかし湿度が 大変低いためにいくらかしのぎやすく。ただし、下記の屋外で脱水症状、熱中症、及び日射病は、わずかな時間でも起こりうる。夏の自動車内部は幼い子供やペットにとって、危険であり、肌に直射日光を浴びると第1度から第2度の熱症を生じることがある。7月と8月はモンスーンが復季節でもあり、カリフォルニア湾からの湿った風が、 アメリカ合衆国南西部の大半を湿らせることになる。この時湿度が上がるだけでなく、砂漠性の激しい雷雨を生み、鉄砲水になることもある。冬季の気温は温暖から冷涼の範囲にあり、日照のある日が多い。冬季日中気温は下肢60度近くまで上がり、夜間は下肢40度くらいまで下がる。周辺の山岳部は冬の雪に覆われるが、 バレエ内での積雪は稀である。数年おきに計測可能な程度の降雪がある。バレエ内には7つの地震断層がある。すなわち、フレンチマンサン断層、ホイットニーメサ断層、キャッシュマン断層、バレービュー断層、ディケーター断層、エグリントン断層、ウェストチャールストン断層である。ラスベガスバレーは、砂漠性盆地にあるために大気質の問題がある。 風が巻き上げる埃から自動車が吐き出すスモック、あるいは空気中を漂う花粉まで大気を汚がすものがあり、大気質の悪い日々がある。花粉は、そのカウント数が7万以上になる数週間は大きな問題になる。地方政府は花粉を生じさせる植物を禁止することで制御しようと努めている。ホは、風の強い日に起こる問題であり、時間が短く、 季節によって偏りがある。本格的な砂嵐は滅多に起こらない。スモックは逆に風がなく、バレエ内の空気を動かさない時が最悪である。陶器の逆転現象が起こっている時はスモックがバレエの中に滞留してしまう。ラスベガスバレエでは製造業が主要産業にはなっていないので、クラーク軍は大気質の問題を抑えようと努め、いくらかの成功を収めてきた。 しかし、連邦政府の大気中粉塵許容量基準が厳しくなることで、その基準に合わせることが難しくなっている。地域固有の植物省は土壌の保水力を上げる役には立っていない。モンスーン期の豪雨時あるいは比較的雨の多い1月と2月に、ボッシュあるいはアロヨと呼ばれる通常は乾燥している水路のネットワークに山岳部からの水が流れ、 クラーク郡湿地公園を流れるラスベガスウォッシュに集まる。このウォッシュ体系が大きな自然湿地を形成し、コロラド側に流れ込んでいたが、コロラド側にフーバーダムが建設されるとミード湖が形成された。1980年代と1990年代の開発でラスベガス湖が作られ、ラスベガスウォッシュの水をラスベガス湖の下を通るトンネルでミード湖に流すようになった。 ネバダ州は、毎年ミード湖から約30万エーカーフィートの水を受け取り、また、それをミード湖に戻しているとされている。この割り当ては、ネバダ州がまだ人口が少なく、農業もあまり行われていなかった時に結ばれた、コロラド川名約に基づいている。また水量は、雨量の多かった年代に合わせられており、流域全体で利用できる水量を課題に見ている。 その結果、数年間にわたって、標準以下の降水しかない場合は、コロラド川貯水池に大きな影響を与えることになる。ラスベガス地域はこの割り当てをラフリンで使い、割り当ての残りを地域で使っている。初期のラスベガスは、牧草地に泉の水を供給する耐水層に頼っていたが、水の組み上げにより地下水位の低下と広い範囲の地盤沈下を生じさせた。 今日の大水槽は基本的に水の需要が低い時に湖から汲み上げ、需要が高い時に湖に戻す貯水機能として使われている。ラスベガス大都市圏の人口が倍増するために用した時間は1970年代初期以来10年間未満であり、今日では200万人近くになってきた。この急速な人口増により砂漠の土地を工業や 商業の用地に転換して著しい都市化が進んだ。夜のパラッツオホテル外観、ラスベガス市経済の主要部は、ギャンブルや超高級ホテルなど、観光産業に基づいている、観光客数とホテル客室数の推移。ラスベガス会議観光局のデータラスベガス経済の推進力は、観光産業であり、ホテルの客室数は約15万室ある。過去。 カジノと有名人のショーの二つが大きな呼び物だった。現在は、ショッピング、会議、高級料理及び美しい景観も、観光客を引きつける大きな力になっている。フォーチュン500にも入るハラーズエンターテインメントと、MGM リゾーツインターナショナルという世界でも、最大規模の二つの有興会社がラスベガスを本拠地に、している。スロットマシンなど電子ゲーム機製造に関わる。 数社がラスベガス地域にある。21世紀の最初の10年間でショッピングと食事がそれぞれ客を集めてきた。観光のマーケティングと宣伝は軍全体の機関であるラスベガス会議観光局が行っている。毎年行っている観光客調査では客数、消費傾向及び観光収入に関する情報を提供している。ラスベガスは 歴史的に世界中の上流階級ギャンブラーを集めてきたが現在ではイギリス、香港とマカオ、東ヨーロッパおよび中東の開発途上地域との激しい競合状態にある。掛け金の大きい客を追求することに関連する財政と運営上のリスクが続くがアメリカ合衆国のカジノの中には金持ちを集めるコストがかなり増加し、それに関わる見入りが減少するにつれて 金持ちを追求することを止めるものがある。ラスベガスは最近人口増加と観光ブームを経験した。都市化地域は外に向かって急速に拡大したので、その境界が土地管理局管理地の円にまで広がった。このことで地価が上昇し、中心部近くでは中密度及び高密度の開発が起こっている。ラスベガスのチャイナタウンは1990年代初期に、 スプリングマウンテン道路沿いに建設された。ここは当初大きなショッピングセンターが一つある霧だったが、その後拡張されて様々なアジア系の事業を含むようになった。最近数年間では退職者がこの都市圏に移住してくるようになり、住宅から医療まで彼らを支援する産業振興が促進された。ラスベガスは製造業や研究基盤を拡大しようとしてきている。 市内にあるワールドマーケットセンターやルール防脳医療センターなどに加え多くの小企業も増えて成功する兆しがある。住宅費は2004年に40%を上昇したが事業や個人の所得税がないことは多くの会社を引きつけ移転や現存事業の拡大を目指させることになっている。間の24時間都市であることでコールセンターは どの時間帯でも働くことに慣れた労働者を雇用する場所として常に絶好の場所という見方をされてきている。建設業は通常大きな産業分野になっている。ラスベガスストリップに計画されるカジノホテルは通常数年間の建設期間を要し数千人の労働者を雇用している。同じことが住宅ブームに言うことができる。ターンベリータワーズを建設することで 開発業者はハイエンドのマンションに対する需要が大きいことが分かった。2004年ぐれ、いくつかのタワー型集合住宅が様々な開発ステージにあったが2008年までに起きた信用危機により建設業は加工船に入った。人口が増え続けることは建設産業が重要であることを意味している。2000年、新築2万1000戸と中古住宅2万6000が販売された。 2005年初期、広さ300エーカーに及ぶ20の住宅開発プロジェクトが進行中だった。この同じ期間、ラスベガスはアメリカ合衆国でも最も成長速度の高い地域社会と認識されていた。しかし、金融危機とそれに伴う企業業績の加工により事業と成長が止まり、ラスベガスは国内でも 住宅提供権執行の最も多い地域の一つになった。消費に回せる収入がなくなり企業の娯楽に使える費用が減少したことで、遊興産業は切りもみ効果状態となり、2010年夏時点でも不況から10分に回復していない。ラスベガス中心外周辺で、その他にも有望な住宅と事務所の開発が建設を始めていた。 新しい集合住宅や高層ホテルの計画がラスベガスのスカイラインを劇的に変えてきた。多くの大型高層建築物がラスベガス中心街とラスベガスストリップのために計画されている。ラスベガスストリップの建設現場ラスベガスにおける建設業は主要産業であり人口の増加とともに急速に拡大している。 2011年3月時点で建設業は4万700人を雇用しており、経済回復とともに、さらなる成長が期待されている。今日のラスベガスを定義するメガリゾートは1970年代初期に成長を始めたので、建設業は商業開発でも非商業開発の分野でも重要な役割を担っている。ラスベガスのスカイラインには常にクレーンの姿が見られる。 いつも300個の新築住宅が建設されている状態にある。中心街とラスベガスストリップでは常に少なくとも一つの遊興施設が建設中である。さらに近年のラスベガスでは高層住宅の建設が集中してきた。豪舎な集合住宅やペントハウスが常に建設されている。パーディーがスプリングバレーの高級住宅街であるサマーリンでの計画を始めて、 以来、新しい公害計画都市も増えてきている。大規模開発であるシティセンターの起工式が2006年6月26日に行われた。現在、ラスベガスブールバード南3780に完成しており、世界最大の民間開発複合ビルになっている。その建設費は92億ドルであり、ラスベガスの歴史の中でも最大級となった。 その建設に要した労働力と物資のために地域の建設能力と労働市場にも大きな影響が出た。このために地域の建設関連コストも2倍になった。シティセンターは現在 MGM リゾーツインターナショナルが所有しており、ホテル3棟、高層集合住宅2棟、ホテルと集合住宅の複合ビル1棟と大型のショッピング及び娯楽のセンターができている。 建設工事は2011年と2012年もゆるりと増加する予測だが2013年にはかなりの投資と数多い労働需要が予測されている。近い将来5年から10年の範囲で中心街に商業用マテンロの建設が増加すると予測されている。ワールドジュエリーセンターが計画されておりラスベガスでは最も高くまた唯一の比喩強滑。 非住宅の高層ビルになる。このビルは銀行、金融、不動産、保険及びメディアのような産業での開発業者や事業を引きつけることが期待されている。ラスベガスストリップの周辺に立ち並ぶターンベリープレイスの高層集合住宅この地域の住宅ではスラブオングレードの基礎が普通に使われている。伝統的に住宅は一戸建て住宅である。 アパートは一般に2階建てである。これには例外もあったが、ごくごく稀である。1990年代、ターンベリーアソシエーツが最初の高層集合住宅を建設した。それ以前は一握りの中層集合住宅がある、霧だった。2000年代半ばまでに高層ビル界の大きな動きがあり、ラスベガスストリップ周辺のスカイラインに大きな影響があった。 住宅市場の崩壊ラスベガスは近年のサブプライム住宅ローン危機と住宅市場の崩壊によって国内でも最も大きな影響を受けた地域の一つであり住宅価格は急落し大量の低等権行使が起こった2008年1月時点で地域の住宅の1.9%が低等権行使家庭にあり前年の3倍の率になったこの問題は 全国的なものだが、購入した住宅に住む意図はなく、すぐに利益を得ようとした貪欲な投機によるものだった。多くの低当権を再設定した結果、低当権行使が増加した。ラスベガスの不動産調査会社セールストラックによれば、2008年4月時点で、地域で販売されている2万2000個以上の住宅の51%が未契約である。この不況は、 賃貸住宅市場にも影響し、賃貸量を押し下げた。しかし、2010年第一四半期以降、賃貸量は過去6ヶ月で2%上昇して、回復の兆しを示している。いくつかの技術系会社がラスベガスに移転するかあるいは、創業されてきた。様々な理由で、電子ゲーム業界と通信業界の技術系会社が集中している。 ネバダ州南部にある技術系会社としては、ビゲローエアロスペース、コムパートナーズ、データナミックス、エビタルコミュニケーションズ、ペトログリフ、スカイワイアメディア、FC2、スイッチコミュニケーションズ及びワールドドックがある。この地域で創業され、後に買収されたか移転した会社としては、ウェストウッドスタジオズ、システムズ、リサーチデベロップメント、 イエローページドットコムお及び m パワーコミュニケーションズがある。ラスベガスの象徴である、歓迎看板ラスベガスの主要な呼び物といえば、カジノとホテルである。最も有名なカジノホテルは、ラスベガスストリップと呼ばれる、ラスベガスブールバードの一部にある。これら巨大カジノは、ラスベガス市の域外に位置してる。ホテルは巨大であり、客室数は数千室である。 大きなカジノが隣接して設置されている。ラスベガス市内中心街にも多くのカジノホテルがあり、その初期の時代には有興産業の中心だった。ラスベガスストリップから少し離れた場所やラスベガス市の周焉にも大型カジノホテルができている。ネバダ州はバレエ内のカジノをいくつかの地域で分類している。すなわちボールダーストリップ、ラスベガス市中心街、ラスベガスストリップ、 ノースラスベガス及びクラーク軍の残り部分でありバレエの外になる地域も含まれている。ラスベガスは多くの商店とショッピングモールで手頃な商品や高級品を提供することで観光客への訴求力を拡大してきた。ラスベガスストリップの多くのホテルにはショッピングモールが併設され、この長さ4マイルの道路にショッピングモールが集中する形になっている。さらに ラスベガス市、ヘンダーソン市及び周辺地域にもいくつかのショッピングモールがある。ラスベガスストリップのやや東側に設置されたラスベガスモノレールがストリップの南北に運行されており、いくつかのカジノやラスベガスコンベンションセンターに停車駅がある。主要なショッピングセンター毎月第一金曜日に開催されているファーストフライデー祭りでは芸術村と呼ばれる中心街南部で 地域の芸術家や音楽家の作品が紹介される。南ネバダ動物植物公園、別名ラスベガスズーでは、150種以上の動物や植物が見られる。マンダレーベイのシャークリーフ水族館は、ネバダ州内で唯一動物園水族館協会に認証されている水族館である。160万ガロンの海水に2000匹以上、1200種の動物を飼っている。 建設費4億8500万ドルのスミス芸能センターは中心街のシンフォニー公園にできる。このセンターではブロードウェイのショーなどの移動公演やオーケストラ、オペラ及びダンスなどの公演が行われる予定である。バラジオ美術ギャラリーは国内国外の主要美術館から高品質の作品を呼んで展示する施設である。過去の展示会にはアンディ・ウォーホル、 アレクサンダー・カルダー及びピーター・カール・ファベル・ジェなどの作品が紹介された。音声案内装置による鑑賞も可能である。近くにあるシティセンターでは施設全体のあちこちに公衆の作品が展示されている。ラスベガス自然史博物館はロボットの恐竜、生魚及び26種の保存動物を展示している。動物に触れ合うことができる場所もいくつかある。 スミソニアン博物館の下部組織である原子力試験博物館では、ネバダ核実験場から出てきた人工物を収め、一連の対話型装置、年表、映画を通じて、原子力時代の劇的な歴史を記録し、また実験場の実際の装置や道具を展示している。放水するフーバーダム、ABCDE ラスベガスバレーの外で開催されるが、目的地はラスベガスという認識である。 ストリップ地区をリオの上部から見る。この地区は大半がパラダイスの中にあるラスベガスバレーには22のテレビ局と46のラジオ局がある。また、ボールダーシティとポトシさんの2カ所に野脇省情報送新機がある。ラスベガスモノレールパラダイスのサハラ駅に入ってくるところマッカラン国際空港。マッカラン国際空港はラスベガスに入る。 商業便が発着している。この空港からは国内便、国際便及び貨物便が発着し、私有航空機も利用できる。しかし、一般用途には、軍内のノースラスベガス空港、ヘンダーソンエグゼクティブ空港など小型の空港が利用されている。公共輸送は RTC 交通が運行している。ラスベガス、ヘンダーソン、ノースラスベガス各市や郊外地域に、 多くのバス路線が設定されている。ラスベガスモノレールは、ラスベガスストリップ南端の MGM グランドホテルから、北端のサハラホテルカジノまで走行している。1997年まで市内を通る、ユニオンパシフィック鉄道線を使って、アムトラックのデザートウィンド5が運行されていた。その後は、アムトラックの高速バス輸送に置き換えられた。タルゴ列車を使って、 ロサンゼルスからラスベガスまでの運行を再開する計画が検討されてきたが、これまで実現していない。アムトラックのラスベガス駅は、プラザホテルにあった。この駅は、カジノの中にある唯一の駅だった。プラザホテルには長距離バスのグレーハウンドのターミナルも、ある。主要高速道路である、週刊高速道路15号線と、道515号線。 アメリカ国道95号線がラスベガス中心街を抜けている。週間高速道路15号線はラスベガスと南カリフォルニア、ロサンゼルス市海岸側中心部及びサンディエゴ市とを結んでおり、北東方向はユタ州ソルトレークシティの向こうまで続いている。週間高速道路515号線は南東のヘンダーソン市に向かい、その先は アメリカ国道93号線となって、フーバーダムを越え、アリゾナ州フェニックスとアリゾナサンコリダーにつながっている。アメリカ国道95号線は、カーソンシティやリノなど、ネバダ州北西部とをつないでいる。アメリカ国道93号線は、ラスベガスの北東で、州間高速道路15号線から分岐し、州内東部を抜けて、北に向かい、イーライ・アウェールズに向かう。 アメリカ国道95号線はヘンダーソン近くで、アメリカ国道93号線から分岐して、南に向かい、東のカリフォルニア州に入る。4分の3周の環状道路があり、南は、週刊高速道路215号線、西と北は、クラーク群道215号線となっている。放射状の道路としては、ネバダ州道1 6十号線で、パーランプへ、 同号線ででミードへ行くことができるラスベガス中心街の外側の地上道路は、ラスベガスブールバード、修道582号線及び修道599号線を例外として、公有地測量システムの区画線に沿って配列されている。その多くは、ネバダ州交通部によって修道として維持されている。通りの番号付けは次の道路が、 起点になっている。ラスベガス地域はネバダ州の大半と同様に自動車用ガソリンディーゼル油及び航空燃料を輸入に頼っている州内には石油生成所が一箇所あるだけである単一の供給源としてカルネブパイプラインに頼っているディーゼル油はノースラスベガスの鉄道専門駅に届けられている供給の多様化については計画されているアネフ パイプラインに頼ることになる。ラスベガス地域は、下記のマイナーリーグスポーツのチームが本拠地にしている。ラスベガスバレー内には、多くの組織が運営する多目的歩道体系が、いくつかある。リバーサンム役環状トレールは、延長35マイルあり、バレーの西側とフーバーダムやミード湖をつないでいる。サマーリンは、その万二千五百エーカーの領域の中に総延長百五十マイル。 以上のトレイルがあり、賞を受賞した。延長3マイルのエンジェルパークトレイル、ボナンザトレイル及び、軍のフラミンゴアロイオトレイルもある。週間高速道路215号線、西環状トレイル、同東環状トレイル、トロピカーナ、フラミンゴウォッシーズトレイルとエスタントレールズ、パーク地域乗馬道もある。ネバダ大学ラスベガス校はパラダイスにあり、ラスベガスからは、 約3マイル南、ラスベガスストリップからは約2マイル東になる。ネバダ大学医療学校は、ラスベガス中心街近くにキャンパスがある。フェニックス大学など、全国的な大学がいくつか、ラスベガス地域にキャンパスを持っている。ネバダ州立カレッジ、ナショナル大学及び、トゥオロ大学ネバダ校は、近くのヘンダーソンにある。南ネバダカレッジは、 ラスベガス、ノースラスベガス及びヘンダーソンにキャンパスがある。ヘンダーソンにはデブリー大学、ケラー営大学院大学、さらに南ネバダ大学もある。私立大学としてはアポロカレッジや ITT 工科大学もある。ありがとうございます。